My name is Yusuke Sato and I am the photographer. Okay. 自分の子供の頃に近所になんか裏路地がたくさんあったんですよ。廃墟みたいな汚い家とか、なんか絵も言われぬなんかこう無情感とか儚さみたいなのを感じて、なんか不思議なんですけど頑張ろうと思ったりとか、儚い、本当に儚いこう瞬間を撮れた時がなんかこう快感だなと思って毎日写真撮ってるんですけど、昼はサラリーマンやりながら、自分はあの昼の仕事も思いっきり頑張って、で、あともう一個その自分がやりたいことになんかちょっと時間注ぎたいなと思って、最初携帯電話で撮ったんですけど、まあモデルとかから依頼ちょっと来るようになって、ちょっとこうカメラのバージョン上げて本気でちょっと撮ってみようかなと思って、でまあ変わらず街撮りしたりとか、あと最近だとライブの撮影とか呼んでもらえたりとかして、時間の使い方って自分次第だと思うんですね。どんだけその1日の24時間の中でこう情熱を注ぎ込めるかみたいな感じのことを僕はやってます。僕にとってのアイコニックシティは夜の渋谷です。夢がある街だなって思ってて、でもその反面夢破れた人とか、なんか不満とか怒りとか悲しみとかがなんかすごいこう渦巻いてるような感じに見えたんですね。だいぶ今もうなくなってきましたけど、もともとやっぱり裏路地みたいなのが多くて、裏路地ってやっぱりそのエネルギーがすごい感じるんですね。僕は怒りとか悲しみとか喜びとかいろんななんかこう感情のエネルギーが鬱積してて、それをなんかこう街がこう包み込んでいるような、そういう鬱積したエネルギーをなんか切り取りたいなと思って毎日カメラ握って撮りに行ってます。やってるとそう大変な時とか多いんですけど、いい時ももちろんたくさんあって、まあカメラ通じてあの絶対こう入れないようなライブの撮影とか、まあめちゃくちゃ好きだったラッパーとかライブ呼んでもらって、もう撮影初めてした時なんてもう本当に感動したし、あとはもう撮影したモデルさんからさらにまた知り合いのモデルさん紹介してもらって、そのまたモデルさんつながりで、そのつながりのカメラマンとかで、あとはもうカメラマンのつながりでもう絶対普通の人知らないだろうっていう場所に案内してもらって、やっぱカメラを通じてなんかこう自分の心の幅はすごい広がったような気はすごいしますね。フォトグラファーの夢としては日本だけじゃなくて海外をちょっと視野に入れて、やっぱ1年に何回か海外行ったりとか、日本国内でも東京だけじゃなくて地方で撮影しに行ったりとか、そういう時間の使い方はやってみたいなというふうに思います。